どうも、ベタです。パースがやっていきたいと思います。この前、アスレティス高校が実装されました。その後によくいただく質問なんですけども、試合経験点はどのようにしてベタさんは満点取ってますかという内容をよく質問いただきます。まあ、それの、まあ、回答の動画を、作らせていただこうかなと思っております。まず、試合は、サクッとピンチ、チャンス操作。で、しっかり前半、後半、終盤操作。こだわりカスタム操作で、ちゃちゃっと結果にスキップっていう4種類ございます。で、この中でまず選んでいただきたいものは、スタメンの場合はサクッとピンチ、チャンス操作にしてください。まあ、ベンチの場合はね、しっかり前半、後半、終盤操作にしていただかないといけないんですけども、基本的にサクッとピンチの場合は、1.2 倍、経験点が 1.2 倍になります。なので、まあ、基本これを、取りに行く方がいいと思います。そして、まあ、ベンチの場合はね、ちょっと成績残さないといけないので、まあ、しっかり前半後半でやってください。で、アスレティス高校はミッドフィルダーね、ちょっと難しいので、後で、解説はさせていただきますが、まずはね、ギガント学園高校のような、後ろの選手、センターバック、サイドバック、ゴールキーパー、そしてボランチの選手を作る場合は、基本的にスタメン出れる場合は、無失点で切り抜けてください。そうすれば、基本的に満点です。はい。そして、ベンチの場合は、しっかり前半後半にして、2点取りましょう。2点取ったら、1.2 倍は、2倍にはならないんですけども、満点は取れます。それが結構大事になりますね。で、モンスター高校や天空中央高校の場合は、まあ、前線の選手なので、まあ、点は取りやすいと思うんですよ。まあ、スタメン出た場合は、1点。1点ではちょっと足らないか。1ゴール、1アシスト以上。まあ、2ゴールぐらい上げてくれればもういいですよという形です。まあ、それはね、まあ結構取れる。まあ、特にね、結構両方とも、まあ天空はちょっと取りにくいか、江ノ島と、モンスター高校は果敢なシュートトライが取れる高校でございますので、まあ点は取りやすくなってます。結構ボールも回ってくるしね。まあ、チームメイトも結構強いので、まあ回ってくるので、まあ点は取ってください。まあ、前線の場合は点を取ってください。そしたら、ミッドフィルダーはどうするのかと。ミッドフィルダーはどうするのかと言いますと、まあ、コーナーキック。まあ、コーナーキックとかのアシストを狙った方がいいです。まあ、コーナーキックからシュート入れてもいいです。入れてもいいけど、基本ミッドフィルダーの場合は、テクニックを上げてしまうと、まあ、コーナーキックを蹴る可能性が高くなるんですよね。その場合は、アシストを2個決めれば、基本的、まあ、スタメン出た場合は満点だと思います。まあ、同じくね、ベンチの場合は、まあ、しっかり前半後半で2点取った方がいいと思いますが、スタメンの場合は、そのように、取るようにしてください。ちょっとね、お手本を見せていきたいと思います。はい、自分はミッドフィルダーのサイドハーフです。サイドハーフなんですけども、基本的にまあ自分がシュート入れることはまず難しいですね。まず難しいんですけども、自分のチームメイトがまずシュート打つと思ったら、こういう風に、キーパーの上を狙ってください。キーパーの上のバーを狙って弾かせて、まあうまいことキーパーが触ってくれれば、コーナーキックになりますんで、まあ、そこをひたすら狙ってください。こんな感じに弾いてくれます。こんな感じで弾いてもらえれば、コーナーキック蹴れます。で、コーナーキック蹴るときは、基本的に今いるように、メッシ、桜庭のようなファンタジスタを持ったキャラにあげましょう。あげれば結構シュートは決まりやすくなります。まあ、ヘディングだとね、結構キーパーで弾かれる可能性がありますので、ファンタジスタ持ってるキャラ、まあ、あとはアフロキタのようにね、ボンバーヘッド持ってるキャラにあげるといいと思います。まあ、こんな感じで、まあ、2本決めましょう。2本決めるようにすれば多分満点です。まあ、自分もね、毎回2本決めれるかって言われたら決めれないんですけども、もう1本ぐらい決めれそうかな。はい、メッシ、行けよ。で、ここ、狙う。ね、狙って弾かせる。で、同じように、コーナーキック蹴らせます。コーナーキックで桜庭メッシを狙いますと。まあ、ちょうど当たる、間ぐらいに狙ってあげればどっちかけるんでね。はい、桜庭に蹴らしておきましょう。はい、ファンタジスタならね、はい、こんな風に決まります。これで、基本的に試合経験点は満点取れます。あと1点ぐらい取れねえかな。まあ、取れなくても大丈夫だけどね。はい。あー、今のはちょっと意味ないね。今のは関係ないね、俺にはね。逆サイドからのクロスですね。自動得点もありました。で、メッシ、ちょっと上、あ、外した。外したけど、メッシは結構オフェンス高いから、こんな感じで上げてくれます。はい。では、もう1点決めておきましょうか。もう1点、まあ、うまいこと、ファンタジスタ。はい、OK、メッシね。で、下は蹴れないので上に上げてきますね。はい、こんな感じで、皆さんも参考にしてほしいです。
いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じにちょっと初めはね、難しそうに見えます。難しそうに見えますが、基本的にやってることはキーパーの上のバーを狙って、まあうまいことキーパーがジャンプしてくれてそこに弾ければ OK という形。もし角度がないところから狙うときは、キーパーに当てて、まあコーナーキックに出すっていう手もあるんですけども、基本的にはこの方法で、まあキーパーの上のバーを狙って弾かせるっていう方法がいいと思います。まあこれは、まあスタジアムイベントとかで結構使える技術でございますので、まあある程度できるようになっておいた方がいいと思います。サクセスでもね、結構得点は稼ぎやすくなりますので、これでやっておくといいと思います。はい、まあ本日はね、これで以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。